はい、こんにちは、勝間博物館です。さあ、今日9月の23、あれ、あ、よかった、新友ある剣士ということで、龍が魔老ということで龍が登場しております。相手に氷結じゃなくて、なんだっかな、なんかこう、まあデバフをね与える、で行動不能にする何かを与えるっていうキャラでございますね。まあ氷結か、HP が減るほどダメージが増加するということで、すげえ、これ氷河天狼星、氷河じゃない、龍が2人、剣王軍ということで、登場ボーナス出現枠 20%、 いつも通りですね。で星3の龍河が出てきます。ただちょっと今本当にね、石不足で、もうその課金できるレベルじゃないから、どうしようと思っちゃうよね。全然正直欲しいと思えないし、ボーナス4日間あって、ボーナスがとりあえずこんだけあって、まあいつも通りですね、75までいくと赤の5歩と80、めっちゃ欲しいはもちろん欲しいけど、そんな欲しくないからな。1回目、無料分ですね。とりあえず今回は1回光るまで回してみたいと思います。一発で出てくれば、最近もうほんとガチャほんとすごい確率悪いよね。全然さ出ないじゃん、ほんとに。えってぐらいさ光んないからさ、光んないし、もうこれで終わりにしたい。あー、海王か、108、よし、海王ならねまだ全然いい。海王とこの間宮だったらまだ全然ほんといいんですけどね。海王と俺5だよね、多分 6? あった、5だよね。あ、必須解放できる、やったー、これは嬉しい。剣速が上がるんでね、必須解放すると25上がる、これは嬉しいですね。スキルもちょっと今のうちにスキルポイント使って、いやーよかったー。てか、あんな1億以上あったのにもう3000万しかないっていう、もうこれで3000万も切るという。あ、レベル上限早っ、1900万になっちゃった。めっちゃお金に余裕あったのに。どうする、アイフル、まあまだ6800あるから、もう一回光るまで行こうか。結構良さげだから、 UR が出るんだったら。あっ、来た、あー、ラオウ28、しかも今長くなかった、ちょっと出るまで。いやー、 UR めっちゃ来てるな、めっちゃいいとこまで来てるけどな。今時間はね、朝の9時、ちょうど9時過ぎ、ちょっと9時ぐらい。ああ、もうじき10回目になっちゃうでしょ。それだったら2回になっちゃうね。もうちょっと光って、あまだ10回はやってねえか、さっき7000いくつだったから。なっちゃん、あ、来た、すごい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 、頼む、おい、親父、ジャッカルか、キバ親父じゃねえか。めっちゃ光るな今、うわ、すごい光る、すごい引けてる。ヒューイ、お前出すぎだから、お前マジ出すぎだから、お前のかけらすげえあるから、マジで異常なほどあるから、662もあるからかけら。今何回回した、もう4回光ってるよね。 あと1回で10回だ、すごい引きじゃない。9回で4回光ってるって、もう 50% じゃん、ほぼ。めっちゃ光るやん。いやー、この運を逃したくない。いやー、これで10回目か。いやー、あと1回光るまでいく？それが長そうだけど。いやー、出てくれればもうそれで。いやー、出ないか、やっぱそんなすぐには。これで12回目、でもまだ12回で4回光ってるから、
あ、収束してきちゃいそうだね。13回目かー。30の30までは行きたくねえんだよな。いやーダメだね。15の次30でしょ。あ、でももうかなり引いちゃったね。まあ30まで行こうか。黄色の5歩2枚とアブさん40。上手にできてるよな。めっちゃいいじゃんアイテム。頼む。リュウガ。あーレイってか、なんでこんなまばらにちゃんと出んの。もう全部引いたじゃん。これこれこれ。あ、ユダが引いてないか。あとマミヤ。おい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 、もういけるだろう。それならいけるだろう。めっちゃ引けてるぞマジで。でも1600になっちゃった。まあいっちゃうか。あと4回いっちゃうか。どんぐらい強いのかな竜が。ベガとかの相性が良さそうだけどね。デバフだから。あと3、あと1回ぐらい光ってほしいけどな。マミヤ出そう。来た、頼む。久しぶりに来たこの早い段階で。かっけー。うわ嬉しい、マジ嬉しい。クレームボーナス解放、マジ嬉しい。やった、残り800残ってる転生石。マジ嬉しい、よかったマジで。まあ、ちょっとさ、育成のキットというかあれが全然ないんだけどね。とりあえずレベルアップどこまでいけるか。あ、75までいける、結構いけるな。クラスアップ多分ね全然いけないんだよね。ほら紫の4まで足りないんだよ。全然足りないんだよね。うわ極意すげえ怖い。なんかこの色すげえ。攻撃時陶器192、死亡時敵死亡時と味方死亡時があるんだ。やべえ、ついに極意もだいぶなくなってきたな。ずっといっぱいあると思って余裕ぶっこいてたけど、あ無理じゃん。マジか、お金もなくなっちゃったじゃん。もうこれで410だって。あーあーああ、いやーでもよかった。もう使えないけどね、すぐには全然使えないけど。経路解放もあるし無理ゲーだけどね。よかったマジで。今どこ行った、いた。このやっぱね4にしてこれしないとダメなんだよな。自身は必殺封印を無効化する、すごいよね。登場時自身の最大 HP と奥義増ダメージ増加 50%、 攻撃力 20% 上昇し、シールド踏みとどる回数1を獲得する、すごいね。5ターン目まで時短開発開始時にランダムの前列の敵点に挑発を付与、すごいね。すごいじゃん。無効化を付与し HP 無効化、すごいじゃん。ラオウと一緒じゃん。すごいね。一ターンの間挑発、ああそうか、すごいな。経路解放性能強っ。すごいな、ちょっとやっぱ強いかもね。まあとりあえず入れてチーム組んでとかはできないんで、まあこんな感じかな。はい、ということでよかった、無事引けました。
龍が麻呂でした。また明日。